どうした？事務所の前に監視カメラがあります。画面映像へ切り替えお願いします。分かった、クリアだ。30秒内に侵入しろ。分かりました。事務所に戻ります。あなたたちはさっきの女を。はい。そんなに怯えることはないですよ。会社のために尽くしたいんでしょ。我々がその手助けをしてあげます。まさか、そろそろ気づかれるぞ。なかなか決定的な証拠が見つからなくて。仕方ない、一旦引き上げるんだ。わかりました。
何してる。こんなネタじゃ強制捜査に踏み切れないぞ。分かってます。おそらく重要な書類が月岡の自宅にあること。そこには侵入できないのか。幹部連中と優秀な成績を収めた一部のオッタでしか立ち入ることは許されてないそうです。そうか、なら優秀な成績を上げればいいってことか。そりゃそうですけど、私も山川さんに向いてないっていうか、よっぽど口が甘くて相手のことを考えてない人間じゃないと売れないですよ。それに捜査とはいえ詐欺に加担するなんて。何ですかその不気味な笑いは。心配するな、いい客を紹介してやろう。いい客って？うちのお得意さんだ。死ぬんだよな。昨日なんてお金ばさんどないつけられちまった。須藤、どうかしたのか。あ、いえいえ、なんでもないです。今日も一日営業頑張りましょう。はい、スマイル金融。もしもし、私、LO エンタープライズの須藤と申します。お前か、黒木が言うとったやつは。さようです、いつもお世話になっております。確かにエロい世話になっとるわ。今回お電話差し上げたのはですね、お得な資産運用のご提案がございまして。何が資産運用じゃ。お前らの締め付けのせいでこっちは商売上がったりなんじゃ。ぜひ、御社にもご購入していただきたく。ああ、黒木からも聞いとるけどな、なんでそないなもん笑いやが買わなきゃあかんのじゃ。ふざけたんのか笑い。いいんですか。でしたらお宅が組に内緒でやってる仕事のことをバラしちゃいますよ。おま、警察のくせに脅すんか。お宅の親分さん、すごく厳しい方らしいじゃないですか。こんなこと知ったらどうされちゃうんでしょう。怖い。そちらの出方次第では黙っててあげてもいいんですけど。なんぼや。はい、いくらの商品を売りつけるつもりなんだって聞いてるんじゃ。ご契約ありがとうございます。もしもし、セーフティーファイナンス様でしょうか。沢井カロン様ですか。お客様、そんなに荒っぽい声出されますと、あの事実お宅の国にリークしちゃいますよ。ご契約ありがとうございます。